大久保駅の皆さん、こんばんは。ロボデンドネットワークです。電動車の神田直です。今近くで南岳水晶とまたユースキレスの愛が書かれた大久保、かつては窪地があって、それが大久保という名前になっている。この町、水と関係がある。イエス・キリストを信じるなら、キリストは腹の奥底から生きる水が湧き出ると言いました。あなたに今日、イエス・キリストがあなたを愛して、その愛をしてもらえていると思います。あなたは愛されています。ありがとうございます。大久保の駅のないイエスはここにおられる。大久保のあなたに声をかけられる。
お父さんにもお兄さんにもみんなに読んでもらいたい漫画聖書、キリストの愛が、神のラブルターがそこに書かれています。大久保駅北口、このガード下でキリストの愛を伝えています。どうぞ受け取ってください。ジーザスラブスイエスに感じるサラミナ、ジーザスラブスイエス愛に、イエス・キリストはあなたを愛しています。キリストはあなたの救い主です。ジーザスイズセイビア。イエスキリストを信じてください。イエスミリセオ。チャンシーイエス。ビリーブインジーザス。イエスキリストはあなたの救い主。信じるなら、あなたの人生は変わる。救われる。天国へ行くことができる。幸せになることができます。今日このコロナで辛い中で、イエス・キリストがあなたの救い主で、どうぞ救われてもらいたいです。アハルカにジーザス、ジーザス、ラブスユー。
大久保の皆さん、こんばんは。イエスキリストの対応してます。イエスに立ち向かう涙、イエス愛にジーザスラブツユ、クリストテア。キリストあなたを愛してます。聖書ザバイブルをお配りしています。どうぞ受け取ってください。こんにちは、お元気ですか。イエスが愛したように私たちも愛し合う、その愛の中で枝となるとき、多くの実を結ぶ。イエスが愛したように私たちも愛し合う、一つのため命を
キリストの名前を呼びます。神の祝福になります。Thank you.
回ずつ歌うんですよ。たしめさんそげそ草がたこいちよ、たしめさらたきびえてよなんさや、たしめさんそげそ草がたこいちよ。キリストはあなたのために十字架で命を捨てて死んでくださいました。キリストの十字架、あなたのため、それを信じたら救われます。イエス・キリストはあなたの救い主、永遠の命を与えます。こんにちは、お元気ですか。あなたのThank you.
国語の皆さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。 Jesus loves you。 イエスに対してのサラミダ、イエス愛に真遥かに、 Jesus クリストでアーマー。時には痛みと苦しみあるけれど、いつでも主を見上げて歩く。あなたを見るとき、どれほど素晴らしい。キリストの愛は信じるだけで天国へ行けます、救われます。キリストは
あなたの救い主です。携帯を通して誰かとつながれるように、 LINE で誰かと交信するように、つながっていれるように、皆様イエス・キリストを通して神とつながることができます。イエス・キリストは救い主です。イエス・キリストはこう語りました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。美しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたもの、
イエス・キリストは蘇りました。死を打ち破ってイエス・キリストは蘇りました。もしあなたがイエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストに起こったことがあなたにも起こる。つまりあなたは死で終わりではない。蘇って天国へ行けます。皆さん、いくらマスクを一生懸命してコロナにかからなくても、人はみんな死ぬのです。しかしその死の向こう側に永遠に生きる永遠の命、神は実に一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。イエス・キリストはあなたの救い主です。イエス・キリストはあなたを愛しています。キリストはあなたの救い主です。イエス・愛に、イエス・愛に、イエスに感謝のサラミラ、ジーザス・ラッツィア。
イエス・キリストを称えしています。大久保の皆さん、こんばんは。伝道者の加藤直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエスに単純のサラミだ。イエス愛に Jesus loves you。 神はあなたの救い主です。神はあなたの救い主です。キリストの愛を伝えきました。イエス・キリストはあなたのために十字架で死んでくださる。あなたのために死んでくださる友達がいるでしょうか、家族がいるでしょうか、あるいは死んでくれるかもしれませんが、イエス・キリストは死んだだけではない。死んで救ってくださる。しかし復活して救ってくださるんです。死で終わりではない、不可能で終わらない。無から有を呼び起こす神、不可能を可能に変えてくださるお方、ジーザスラムス、イエス愛に、イエスに対してのサラミラ、センキュー、シェイシェイ。ほら、ほら。Oh, dear.
御言葉の皆さん、イエスキリストあなた愛しています。目の前のお姉さん愛されています。向こう側のお姉さんもお母さんも愛されています。自転車のお姉さんもお姉さんも愛されています。ウーバーイーツが電話一本で食べ物を届けてくれるように、イエスキリストあなたが祈るならば、その祈りに応えてくださいます。イエスキリストは神との仲介、イエスキリストは救い主、イエスキリストはあなたの命を救ってくださいます。こんばんは。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えて私はここにいる。あなたで歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから、あなた共にいるから、あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから、イエスキリストあなたを愛しています。伝道者の神野直樹です。イエスに立ち向かった、イエス愛に、イエスキリストはあなたを愛しています。王国の皆さん、キリストはあなたを愛しています。主とは
大久保の皆さん、こんばんは。やすきりさん、愛してます。すべての人はいる、偉大な光、you
は救い主、あなたを愛しています。イエスに誕生の並びだ。イエス愛にジーザスラブス。イエス愛にイエスに誕生の並びだ。イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストはあなたの救い主。イエスキリストを信じたら救われます。
されているかな。イエスキリストは映し出されているか。大久保の皆さん、こんばんは。イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。イエス愛に、イエスに単純から涙ジーザスラブスユー。イエスキリストはあなたの救い主。イエスキリストはあなたの救い主です。
ミショナリーに行きました。まあキリスト教の中にはさまざまな宗派がありますよ。エホバの証人、統一教会、家庭連合、モルモン教はキリスト教ではないんですね。私たちはイエス・キリストの愛を伝えています。お元気ですか？皆さんの幸せを祈っています。私は伝道者の方なのです。いつも私はどうしたら目の前にいる人が幸せになれるだろう、そう考えながら生きています。そのことはイエス・キリストにあります。イエス・キリストあなた愛してます。イエス愛に、イエスに達するサラミだ。ジーザスランス、君は愛されるため生まれた。君の将来は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の将来ほどで緊急事態宣言は解除されるだろうと思われます。しかしコロナウイルスの感染拡大は止まりません。しかし私たちにとっての脅威はコロナだけではない。私たちにとっての脅威は死です。また他にも病気があります。イエス・キリストを信じたら救われます。ジーザスラブス、イエスに対するサラミナ、イエス愛に、イエスキリストを信じたら救われます。救われてほしいです。イエスは勝利をすでに勝利をすでに捉えた。
イエス・キリストは死に打ち勝ちました。人間の最大の敵は死ですよね。コロナよりももっと恐ろしいものは死です。しかしその死を滅ぼしてくださったお方がいる。自らの命をかけて私たちを救うためにキリストは十字架で死んで私たちの罪の身代わりとして死なれました。キリストはあなたを愛しています。キリストを信じたら救われます。イエス・キリストを信じて救われてください。キリストはあなたを愛している。主の愛を今伝えよう。お久保の皆さん、イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。イエスに至るサラミだ。イエス愛に、イエスキリストはあなたを愛しています。ヤスリン単純サラミダリザサラムス主にすがるために悩みがなし十字架の身元に身を下ろせば
大久保の皆さん、こんばんは。本日、約1時間30分、この場所で、イエス・キリストの愛を伝えてきました。私は伝道者の菅野直樹です。皆さんに、どうしても知ってもらいたい。イエス・キリストは、こう言いました。なくてならぬものは、多くはない。いや、一つである。皆さん、なくてならないものは、キリストを信じて天国へ行くことです。いくらこの地上で人生うまくいったとしても、皆さんの人生が救われなければいけません。キリストはあなたの救い主です。本日皆様にこのことをお伝えし、またあなたが救われることを心から願い、今日大久保の皆さんにならぬものは多くはない、いや一つである、そう言われたイエス・キリストの愛を伝えてきました。今日皆さんの人生の中で変わることのない、変わるものと変わらないものが、今日皆さんにキリストの愛を知ってもらいたいと願っております。大久保の皆様、神は実にその一人をくださったものに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。こんばんは。お元気ですか？キリストの愛が今日皆さん豊かに注がれています。今日皆さんにイエス・キリストの愛をぜひ知っていただきたい、そう願い、今日あなたにそのキリストの愛をお伝えし、そして知っていただくことを願い、本日私たちのこの活動を終わらせていただきます。大久保の皆さん、こんばんは。この大久保の人たち、皆さんに伝えたいメッセージ、ジーザスラブスユー、ベリーゼンゲントも、イエス愛に、イエスに対しぬんさらみな、イエスキリストの愛を知っていただきたい、そう願っております。